中辻さん、LINE の方でもメッセージいただきてましたけど、青森到着しました。青森到着しました。今さっき到着して、もうすぐ仕事の方、仕事というか、まあ、あの商品買っていただいてるので当たり前のことなんですけども、まあ、動画の方撮ってます。はい、まあ、あとは僕新潟と、新潟と仙台ですかね、あ、お客さんに会う用事があるんで、あと寄って東京の方に帰って秋葉の秘密基地行ってきますんで、まあ、ケンちゃんのね様子とかも、まあ、分かったら、まあ、はい、ご連絡させていただきたいと思います。まあ、多分、まあ、いつものちょっといつもの感じの方がちょっと出てると思うんで、まあ、今回長いと思いますけど、はい、で、まあ、今回なんですけども、あのブックメーカーと、まあ、トップバズですね。まあ、これはケンちゃんもね、トップバズ、そう、大阪セミナーでケンちゃんもトップバズの話してくれたんですけど、まあ正直稼ぎやすいですね、トップバズは。まあ僕自身も新しくアカウント作って6月20日だったかな、うん、そこ作ってやって稼げたんで、うん、でも30万ぐらい入金はされてます。はい、あとはブックメーカーですね。うん、まああれは本当に勝ってるんで、あとはまあその手法をものにできるかどうかは、どれぐらい練習してやるのかっていうとこですから、あのスキルをですねつけていただきたいなと。まあ僕がメインで教えてるのは、まあ情報発信、鷲津さんも情報発信して1800万ぐらい集客して自分の商品売って1800万ぐらい1年で上げましたけど、でなかなかそれができない、難しいっていう方はブックメーカーで、鷲津さんのその会員で100万ぐらい稼いでる人もいるんで、まあ稼ぎ方はいろいろありますから、何やって稼いでもいいとは思うんですけど、まあ、うん、最終的にはね、あの集客してちゃんと何かやるっていうところを目指していただきたいなと思います。ただまあ、うん、何でも稼げるんで、うん、僕もねいろんな稼ぎ方見てきましたけど、結局、まあ、お客さんで何が稼げますかとかあるんですけど、いや何でも稼げるよっていう話で、まあ僕はなんでそれを言うのかっていうと、何でも稼いでるんですよ。どの道のところでもやっぱプロがいて稼いでる人がいるんですよ。だから稼げないってことはないんですよね。ただその合うか合わないかっていう部分はあると思うんで、例えば営業職稼げますよね。だけど営業職合わない人もいますよね。っていう話で、そう。だからブックメーカーが合うかどうかわからないですけども、ブックメーカーで実際稼いでる人いますんで、まあ鷲津さんもしっかり結果出してるんで、まあ、実際やっていただいて、ものにして、せっかく買っていただいたのものにしていただきたいなと思います。はい。メールの方で詳細の方記載してますので、ご確認ください。ありがとうございました。